幻影異聞録シャープ FE アンコール。任天堂スイッチで追加された新要素をまとめてご紹介。新たなコスチューム、バトルを鮮やかに彩るコスチュームの数々。本作ではペルソナ5よりジョーカーの新衣装が登場。他にもファイアーエンブレム風化雪月や世界樹の迷宮クロス、新女神転生ディープストレンジジャーニーとのコラボ衣装も新登場。またストーリー開始時に翼がメガネをかけるかかけないかが選べるようになった。メガネはゲーム中でも設定可能。新たな物語が始まる。メインストーリーを進めていくと、スイッチ版での新たな物語エクストラストーリーが始まる。新ダンジョンで繰り広げられるこの物語では、主人公たちが芸能人として新たな可能性を見つけていく。ミラージュと戦いながら新しいアイテムやスキルを獲得することも可能だ。翼とキリアがクールに歌い上げる新曲シーイズも新たに収録。それぞれの夢や願いを叶えるため仲間と共に成長しよう。さらにつながるセッション、バトルで敵の弱点を突くと発動する仲間たちの追撃セッション。そのセッションに普段はバトルに参加しないマイコ、バリー、チキの飛び入り参加が決定。3人が持つセッションスキルによりさらにつながるようになったセッションは20コンボ近くいくことも。快適プレイの新機能、クイックセッションを搭載。セッション演出の短縮化によりバトルのテンポがアップ。またマップからバトルへの読み込みもスピードアップ。他にも移動中のミニマップの追加や2周目以降イツキをパーティーから外せるようになるなど、より快適なプレイを実現する追加機能も。ハチの絨毯爆撃だ。華麗に見せて過激に戦え。幻影異聞録シャープ FE アンコール。ずっとやかして